どうもこんにちは、こんばんは、ゆうです。パープルアプリサクセスやっていきます。今回はね、ブレインマッスル高校で野手育成やっていきたいかなと思います。デッキはメイル、サンバ、ニジマ、ライチ、カマカリ、サクマ、ノーミ、この6人でやっていきましょう。やる気テーブルですね。サンバ、ニジマ以外はやる気テーブル。やる気テーブルっていうのは、まあ、下にね、やる気効果アップ 100% って書いてるんですよ。ライチもメイルもね、あと3人も書いてるんですけど、まあ、絶好調でね、スペシャルタック踏むと、より経験点稼げるということで、はい、ちょっと8月と一番初めにね、足の爆弾いきなり抱えたんですけど、はい、やっていきたいかなと思います。タックをね、踏んでいこう。ナイスパワーヒー。あ、そうか、ムードと体当たりメール持ってるね。潰さないといけない。さあコツ、体当たり、体当たりだけ潰します。まあ、セク1で評価をどんどん上げて、まあ、セク2からね、タックを少しでも踏めたらいいかなと思います。あと電池ですね。電池っていうのがあって、まあ、コツをね、一つ入手することで電池が一つもらえるんですよね。さあ休もう。じゃあその電池をうまく使ってね、タックを踏めるかが大事ですからね。この脳筋高校は僕もね、やっと9000点はこの前超えたんですけど、まあ、1万点はなかなか超えれない。はい、こうやってね、今得意練習、例えばライチとかやったら、筋力が得意なんですよ。だから、パワーでね、スペシャルタックとか使えるんですけど、この高校はこの電池とかでミックスして、今得意練習を走塁にしてるんですよね。変えていける、はい、っていうモードですね。さあ、これ新島の評価上げよう。だからね、最近パワープロアプリ始めたよとかね、まあ、まあ、野手投手、まあ、野手やったら、まあ、僕のキャラクター、僕が持ってる SR のキャラクター打撃しか持ってないみたいな、だから走塁ポイントがいつも稼げないっていう方はね、まあ、このブレインマッスル高校が一番いいのかな。これどうしよう、ミックスで一回するか。2つ来たね。パワーヒッター最後取りたいな。はい、ということで新島評価上げましょう。あ、これ序盤やから、あ、そうか、止めなくてよかったか。さあ、 OK、 ピンクになった。ありがとう。どうしよう、これ体力回復するかな。まあこれね、今左上にね、ひらめき中って書いてるんですよね。で、下見ると、このタイマンスクワットっていうのがね、今筋力3人いるから、この練習、この後練習した後に筋力30ポイント入ってきますよっていうね、意味ですね。まあちょっと難しいよねこれ。最初始めた方はね、まあブレインマッスル高校か、やっぱシラスですね。シラス水産高校をおすすめします。ちょっとね、僕めちゃめちゃこの電池を使いたかったんですよね。まあ、さっきちょっとね、練習してて、野手ね、シラスでみんな肩折ったんですよね。うわ、これ電池使いたいなと思ってね、ちょっと久々にやりたいかなと思ってやりました。さあ、ライチの評価を、まあ、上げるかつコツをね、初級コツとか、タイエスのコツ、これを潰していきたいかなと思います。どうしようかな、一回使う。おっしゃ、パワーヒッターのコツまでいけた。 OKおっしゃ。ちょっと待って。嘘だろ。それは嘘やろ。
このタイミングでいつも捕まへんやん。で、ね、コツをね、今、パワーヒットのコツ5になったんで、まあ、取るんですけど、こう取ったらね、この練習が終わった次の週に、ビビちゃんから電池1個もらえます。今、1個パワーヒッターのコツ取ったから、1個もらえます。で、例えば、対左とか1個潰したら、次に、パワーヒッターと、今ね、パワーヒッターと対左のコツを1個ずつ、だから合計2個ですね。2個取ったので、2個もらえますっていう感じですね。で、こうやって取ってね。これ3個目、4個目、5個目、6個目、7個。今僕7個取ったっすね、今この週に。だから次の週に7個もらえます。さあ、これは、こっちでいいかな。で、7個もらえますからね、次。うん。7個入りました。はい。っていう感じです。で、電池を貯めていく。ね、今19個。7個もらって、さっき12個やったのが7個もらったから19個もらってるっていう感じですね。で、評価を上げまくって、まあ、こうやってピンクにするんですよね。で、その時に、例えばここに3人、4人とかおったら、まあ、今、脳みとメールが守備と走塁なんですよ、得意練習。これを型にしてあげたいということで、こうやってね、電池をミックスするっていうね。はい、感じです。ちょっと適当な説明かな。申し訳ないです。さあ、さっきも評価上げよう。で、ここは来てくれよ、調子合わせ。ねえ、走塁練習望むところだ。で、調子合わせのコツが今もらいましたね。ということで、調子合わせのコツをもらいます。あと何取ろうかな。ゲッツ崩しはね、もらえるから、あー、さよなら男とか取るか。ちょっとこれ重いけどね、なかなか。まあ、なんかしらす水産だったらね、基礎値を先上げていくじゃないですか。脳筋はね、先特殊能力を取っていくんですよね。さあ、ちょっと休むコマンドをよく踏んでるな今日。さあ、あと2周で、3番新島の告白が来るか否か。これ難しいな。逆胸骨も正直抑えなあかんからね。で、メールのチャンスコツも抑えないといけない。危険は承知の上。うん、チャンスコツありがたい。でね、まあ、ブレインミックスで、まあ、この青のところにね、ひらめき特訓一覧であるんですけど、まあ、今現時点でひらめいてないのでちょっと見ます。で、経験点がめちゃめちゃもらえるのは、この下2つですね。紅白6日、灼熱、南国合宿。イェーイ。寒い寒い。これね、まあ、各特殊、得意練習1個ずつをひらめいたら合宿開けて、こう30ポイントずつもらえるんですよ。あと、まあ、筋特、打撃の神髄。筋力と精神ポイント50ポイントずつ、かつ勝負師、チャンスコツの上位筋特、これがもらえます。打撃2人、筋力2人、メンタル2人っていうね。はい、なんですけど、これやったら難しい。今もこれは難しいな。これはだって、まあ、これは今現時点ではこのメールのコツを追っていきたい。ムード体当たり潰してる。 OK、 チャンスコツ、これで勝負し開けるぞ。 OK、 センキュー。さあ、告白来ためっちゃセーフ、めっちゃギリギリセーフ。さあ、どうしようかね。
これどうする、勝負師行くか。あっ、窮地来たので止めます。いやー、めちゃめちゃどうしよう、これ21パーやもんな。ダブルタックの方がいいか。もう 20% 超えたらね、気がするよ、絶対気がするよ。まあ4人タックとかね、 20% 以上の時に来たら僕行きますけどね。あっ、窮地、チャンスメーカー取るか。うん、取りましょう。満塁男ブロック、打球伸び取る？取るか。打球伸び僕欲しいからね、好きやからね、これ。いやーね、せっかくなんで、まあまあこのベンチで遊びたかったんですよ。だからね、4人タック5人タックとか1回でもね、今回来てくれたらね、ちょっとやった甲斐があるなって思うんですけど、ちょ、来なかったらどうしよう。さあ、ちょっとか、かまかりね、初期評価低いからね。阿部ヒセンキュー、やりません。あ、これ行きたい、これトリプルタック以上狙える。 17% やけど、怪我、まあ、2人とかってね、まあ、コツがあったら僕行きますけど、タックどうしよう。2人目おっしゃ、トリプルタック開けましたね。おお、めちゃめちゃ入る気がすんなよ。 OK、 よかった。まあ、こうやってね、経験点稼いでいくんですよ。だから4人5人とかの方がやっぱ熱いじゃないですか、3人よりも。さあどうしようかね。押してと行きましょう。で、僕はね、合宿は、さっき言ったの、合宿は開かないんですよね。勝負師の、あの、打撃の神髄、あれは、やります。タイミング見計らって。さあ、これは、勝負師行くか。せっかくなんで。これ潰す。メンタル2人の打撃1人ですね。あといけるかな。あ、ちゃ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 い、打撃はいける。いや、これやったら狙うか。あと1人カマカーリー、おっしゃ、いけた。うん、いけましたね。で、この強運なら僕ここで気がしません。よし、あとメイルのチャンスこそ1回掴めばもう勝負し取れますね。2200。うわ、マジか。あ、わかったわかった。まあ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 、ちょっとかまかり、かまかり評価。だからね、まあ、白洲水産高校がね、配信されるまでは僕ちょっと脳筋でやってました。はい、さあ虫歯にかからないよ、かかるなよ、本当にセーフ。さあどうしよう、怪我しにくさ1個取るか。なかなかちょっと毛骨が取れなくなっちゃったな。うん、おし、あかん、ちょっとかまかり
これは難しいな。伸びいきましょう。コツ、逆胸骨をつかみたい。マジでありがとう。そうだね、この脳みのね、コツで経験でもらうときってほんとショックやからね。ショックっていうかね、もう取れへんもん。はい、行きましょう。まあそうですね、だからセク2までは僕コツ取って、セク3からは能力上げていくタイプかな。後半伸びるタイプだよね。よし、ということで練習試合勝ちました。祝人気投票1位。まあ今ね、もう浴衣ハッチが浴衣ハッチにしか興味ないんですけどね。さあ、ちょっとデート行きましょう。デート何回目これ。1回目、3回目、そんなした。僕デート1回目2回目してました。やば、もう年やで。これあるからね、みんな気をつけてね。20過ぎた、22ぐらい過ぎたらもうこんなんなる。さあ、これ打撃か、ソウルいくか。電池22個あるし、余ったらもったいないよね。一回、これ合宿狙えるわ。合宿行こう、せっかくなんで。あー、ハイボールか。いやー難しいね。いやー合宿やめとくかな、やっぱり。ほんと次の週からの練習にもよるけど。オッケー、ということで1球2コン。オッケー。あ、これはもう打撃ダブルもしくは走塁が3人来るまで回します。あー、そうですね、打撃2人になったのでもう止めます。うん、そうやな。これ第一コツ来い、第一コツ。そうやね、これがいつもの君やもんね。リミッターを外せ、2回目。これ難しいな。どうする。デート行きましょう。まあ勝負師ってね、あのチャンスコツの上位金徳って言ったんですけど、チャンスコツは電池では取れます。メンタル5人したら、メンタル5人集めたらチャンスコツ2もらえます。 OK。 まあこの金徳、規約エット金徳なんですけど、これも1個取ったら電池もらえます。次の週、おっしゃ、カジマの若手からかなり掴んだ。これはありがたい。これね、チャンスコツね、5で勝負師と取るのと3で取るのと違うので、ぜひ5で取ってください。金徳は、金徳の骸骨は。ヘスラはね、経験点少ないから僕いつも直取りしてます。そうやね、はい、勝った。どうする、これはどうしよう。うん、コツコツいくか。い
やべ、ひなが仕打ち悩んでいるもんな。ありがとう。なんかこれといったあれがね来ないよね。お、来た。おっしゃ、これはシビ行くぜ。やっぱ3人以上来たらね、来たって思うな。頼むね、みんな。まあシビ5人集めたらシビ職人のコツもらえるんですよ。はい、どうする、持つと回す。 OK、 トリプタク行きましたね。シビ職人のコツもらえるので次の週シビ職人取りたいかなと思います。これで筋力が次足りなくなったっていう感じでずっと頭の中でねループするんですよね。はい、ということでアーティストももらえます。この前アーティスト失敗したからね。しらすやったかな、あれしらす水産で浴衣ハッチイベントだったかな。さあこれは打撃に変えよう。次、流し打ち取ります。流し打ちと守備職人は取ります。どうしよう。うん、もうこれでいいか。これでそうだね、コツいきましょう。 OK、 チャンスコツゲット。これでチャンスコツ5なのでメンタル5人は、まあ、もしメンタル集まったら行きたいかなと思います。お、ナイスタイミング。違うやん、気持ちよくないやん。はい、ここデート行きましょう。あれ、いつもね僕総力不足するんですけど今回いけた。はい、でこうチャンスコツって1個2個で勝負して3なんで次の週3もらえます。金徳が、あ、金徳が電池がね、電池が3もらえます。はい、デート4回目いきましょう。あ、5回目、ラストこれ。ちょっと待ってめちゃめちゃね記憶力低下してるわ俺。いや健康診断ね僕異常なかったんですよ健康診断異常なかったのに記憶力が悪い、やばいな俺。でもねこう喋りながらやってたら今何しとんやろとか全然気にしないかな。気にしないこともないか。さあこれ筋力3人いきましょう。やばいやばい。よし、よし、ダブル。オッケー、トリプルタックいきましたね。まあそこまで強くないかな。雷士とか入ったらね、もっと強いんですけど。まあこれでメールからコツ全部取ってるから筋力ポイントもらえますね。44かな。48か。はい、4700。これ5000超えたら。6000かな、6000近くいったらうおすげえってなるけど、なりますね。そうですね、6000超えたらすげえってなるな。ちょ待てよ、監督評価やばいやん。あげるか。ちょっとゴマスリーに行こう。ありがとうございます。これ厄介やな。いやーこれ難しい。これやったらスカウト評価上げようか。でセク4の6月4週目までですよ、までなんですよ。暁評価の打倒と一緒で。ちょっとこれいらん、これいらんこれ体力減らされるから嫌なんですよ。うわーちょっと、もう石以上だからね。まあ今こうやってね、まあ経験点振っていって、そうだね、技術ポイントが足りひんかな。技術ポイントと敏捷ポイントっていう感じでね、そう頭の中で考えたから考えてるんですよ
だからここで打撃3人いきたいんですよね。さあ、あと1人。いや、ちょっと佐久間頼むね。佐久間来てくれ。あー、どうしよう、行くか。もうこれせっかくなんで行きましょう。4 3 2 1、タイムアップ。おお、いけた。はい、トリプタクいけたんですけど、さっきのねやつで、うわ、これめちゃめちゃ稼げる。おっしゃ、いけた、よかった。って感じで、はい、ちょっと運要素もあるんですよ、脳筋は。なので、ひらめきないときはほんとひらめきない。マジかー。うん、ということで B と A に行けました。だから敏捷かな。あと敏捷コイント稼ぎたい。いけるいけるいける。初級コツ対エース逆境のコツを取得したいところですね。はい、ということで、芸術的流し打ちっていう金徳を佐久間からのイベントでもらえたんですけど、まあ不確定なんですよ。ということで、もらえませんでした。ショック。ちょっと待って、電池ないんじゃん。あー、これ取っとくか。はい。まあ、ここでローボールヒッター来ると思うんですけど、電池を取っときたい。あ、もらえんかった、よかった。電池1個、残り3周。なんか取るか。初級骨取る。これもったいないんですよね、ほんとに。追い打ち、追い打ちガチャ。さあ、これ監督とかちょっと上げて、様子見よう。次の週の様子見よう。あ、6月3週目までや。すいません、6月3週目までです。うん、はい、何もなかったです。で、これライチコツいきましょう。あ、初級骨、あ、広角や、広角は揃った。広角いる。ちょっとライチ、ライチね、あのトドドキライチっていうね、ダイヤのエースキャラなんですけど、街でコツくれへんす。だからね、まあ阿部ヒートパワーヒーは今回取れたんですけど、まあ広角打法っていうのがあるんですよ、特殊能力で。それいる。オッケー、ライチ、ちょっと広角、ちょっと広角の方欲しい。よし、ナイス。動画的には今のもらわん方が面白かったんだよな。で、あの広角打法ってね、あの流し打ち方向に強い打球打ってるんですけど、まあ、逆に言うとフルヒッターなんですよね、引っ張りで。で、こっちの方がいいんですよ、広角打法の方が。はい、まあそうですね、初級コツ取ります。対エースは直取りになるかな。ドライチまで待とう。ライチ来るまで待とう。あれ、金徳2個しか取ってないや。3 4 5 6、そうですね、あと佐久間でしたね。で、結構ね、今回ね、いい感じで作れてると思う。ほんと久々にやったんですけど、あー、かかか、あぶねー、デッドボール食らうとこあった。あの、今、さっきね、マグロっていうこの投手が、打たれ込みすぎて、頭の上にね、星があったんですよね。で、強化試合あるじゃないですか、スタジアム。あの、キャラクターのレベル上げる、自分のね。さらに上のやつ僕見てしまったよ。なんかもうグレーでね、ぼーっとしてますよね。結構おもろいですよ。よし、ということで1回戦突破ですね。はい、はい、休みましょう。まあ脳筋高校、まあこれブレインマッスルで、ブレインって脳で、マッスルって筋肉やから僕脳筋高校って言うんですけど、野手育成やったら、まあ優勝まではいけます、甲子園。ただ投手育成のブレインマッスルは本当に渋いので、はい、あんまおすすめできないですね。今日、いぶし銀か。
いやー結構渋いな。骸骨が全然取れない。はい、行きましょう。そうやね、広角打法大事やな。だからやる気テーブルで今回デッキ組んでるけど、0対0で迎える2回です。バッター、そうですね、やる気テーブルないっていう方は、まあ、やっぱ知らずでやった方がいいかな。第2球ブレインマッスルは本当やる気が大事やから。でもね、ストレス解消になるんですよ、このブレインマッスルって、あの電池回せるから。投げました、打った、これは強烈。電池を回してタックを踏めるからめっちゃ気持ちいいじゃないですか。さっきみたいになんか筋力200何棒とか、ギュースポイント200何棒とか、めちゃめちゃ気持ちいいんですよね。てか待て、負ける負ける、これやばい、試合負ける。この大津高校強いんですよ。投げました、打ちました、痛烈、いった。もしかして負ける。あーナイス、ナイス、よっしゃ、ざまみろ。今日2打席連続でホームランを放っている真由村、インコース見送ってストライク、投げました、これはいい当たりだ。そう、この大津高校があの強くて投手育成の時にここで負けることがもう僕の場合は8割ですね。8割負けます。5回に1回勝てるか勝てないか、ほんとそうっすよ。だから遊ぶコマンドを、もしねこの方向で投資規制するなら、遊ぶコマンドを7月以降、この7月以降は使ってください。はい、僕も遊びましょう。野手は使わなくていいけどね。さてタック、いや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 、これスカート評価上げるか。あ、うん、ちょっと見えてなかった、親指で見えてなかった、メンタルが。おお、いぶし銀、オッケー、行きましょう。お待たせいたしました。第1球、てかあれや、眉村って名前になってるやん、すげえ。僕ねメジャー眉村、これ何回も言ってるかな、眉村マジ好きなんですよね、めちゃめちゃ好きで。ブレインマスリードで迎える4回です。だから去年かな、一昨年かな、伸びた、伸びていった。あの前村のスタジアムはめちゃめちゃ走りましたね。でもほんまみんなも多分メジャー好きやから、走る人多すぎて追いつきなくてね、プラス3度回りですね。ブレインマスリードで迎える8回です。今日3打席連続でホームランを放っている。これはいい当たりだ、いったー、入った入った。はい、ということでブレインマス、僕よう動画中にはいということでって言ってますね。なんか編集しとって恥ずかしいんですよね。はいということでめっちゃ言ってるやん。で、このね、脳筋高校、ブレイマッスル高校はね、ほら、肩守備補給僕全然上げてないので、ゴリラ型になっちゃうんですよね、どうしても。うん。均等になかなか上げづらい。上げづらいって上げれないんですよね。いやー、ちょっと置いとくか、これは。OK、行きましょう。だから僕いつも脳筋高校でやってるときは SSSFFF みたいな。一球一瞬。まあそれとかでね、S8 かな。ランナーなしという場面、真由村。スタンドに入りました。第2球。投げた。よし。入るか入るか。ヒット。ボールの中継。ホームラン打ったと思ったけど出なかった。ちょっと待って。めっちゃ足痺れた。足めっちゃしびれた。ワンアウトランナー二塁という場面で真由村、いった、オッケー、センターに。ブレインマスリードで迎える6回です。ここまで2安打、真由村投げた、
あ、マジでこれホームラン打てへんか。取りました。これでスリーアウト。難しいな今の、今のね。オッケーということで勝ちました。またということで、ということで言うと思った。あー、これね、3安打以上しないと軽減点全然もらえないんですよね。今2安打しかできんかったからね。お、ナイスダブルタック、ナイスで、逆胸骨対エースはもらえなかったです。エースキラーと勝ち馬のバカ力は直取りという形に、ね、なってしまいました。なってしまいましたことをお詫び申し上げます。なんか取る、めちゃめちゃ技術使うやつは打球のみ20丸だけか。OK、 行きましょう。全国の頂点を決める戦いが今始まります。ブレインマッスル高校、ブレインマッスル先制のチャンスです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面、打ったこれは強烈、いった、入った、入った。で、僕ね、野金高校でやるときはよく言うんですけど、この大西くん、めちゃめちゃいいじゃないですか。156キロスタミナ A のこの変化量。だけど、ここにね、速球中心あるんですよ。だからストレートよく投げてきてるんで、はい、いいですね。あ、今で S4 か。これ見れるんですよ、今、どんぐらいのランクかっていうのが。今 S4 ですね。多分これ S6 ぐらいかな。第9位投げた、だからこうやって今変化球のスクリュー打ったんですけど、まあなんかストレート来るまで待った方がいいです。あ、ピッチャー変わった。よし、155m、 決勝戦で 155m 飛ぶってめちゃめちゃ気持ちやろな。今日2本のホームランを放っている眉村、見送ってボール。第2球投げた、ボール、カウンター2ボール。よし、来た、オレイ、これはいい当たりだ、いったー、い、入った、入った。ブレインマス、まあ甲子園とかはね、全打席ホームラン打たないと負けることが本当あるのでね、なんかパワーヒッター骨格打法は掴めないといけないですね。よし、ドラフト1位やったぜ。巨人へ逆指名。はい、経験点7500とかかな、7888で。はい、最後のオールカップやっていきましょう。エースキラー、これで6個か。まあでも青骨はやっぱ取れますね。電池をね、獲得しないということしないといけないということで、電池はね、いっぱい取れたかな。インコースとか取りたい。あー、レーザービームか、微妙やな。レーザービーム取る、取るか、たまには。はい、ということで、やっぱゴリラ型になるんですよね、こうやって SPAFFF。 芸術的な勝ち打ちは失敗でしたね。勝負師アーティスト一気に今勝ち馬の若力キラクエットエースキラー計6つの金属を取得できましたということで、ぜひね、皆さんもちょっとストレス溜まったなと思った時頃にちょっとブレインマッスルぜひやってみてください。今回 S6 でした。この動画楽しんでくれたらぜひ高評価を教えてね。ご視聴ありがとうございました。じゃあ